はい皆さんこんにちは今日も GPT 図の面白いソフトを作ったのはいいんですけれどもでも実際やろうと思ったらですねあまり使える場所がないというかそんなですねずっこけたお話を今日は進めたいいと思います今画面に映ってますように画像中のアイテム AI リストアップということでアップロードした画像にあるアイテムを拾い出す とということなんです例えば一番いい例が果物や野菜こういうのが案外いいなと思ったんですがじゃあそれ以外のものってやるとですねいくらなんでも細かすぎたりとかっていうことがあるんですまあ一度どんな面白いソフトか見ていただきましょう今サンプルで机周りとですね野菜そしてここにオーケストラですね そしてリビングルームこんな感じの一応画像を上げてみましたこの野菜の絵をこちらの方にドラッグアンドドロップしますここに野菜の絵ができましたねそしてここで送りますただそれだけですそうしたらですね GPT-4 ビジョンの機能を使ってこれを分析することはできるんです今分析していますねそして これはどうなるかというとですね、リストアップしてくれるんです。楽しみですね。意外とたくさんあるからかなり頑張っています。一旦エラーが出ましたが、またやり直してくれています。できたようです。アイテムと数量という見出しを作ってくれました。これが正しいか正しくないかも皆さんと一緒に検証しましょう。この数というのはまあアバウトです。ちょっと見てみましょうね。 レタスは1個これ合ってますね人参が3になってますがここは2ぐらいでいいんじゃないでしょうかピーマンもありますがピーマンは2これいいですね赤ピーマン赤ピーマンが1個あります黄色のピーマンも1個ありますここまでいいですよねトマトが123456710個というふうになっていますがアバウトです そしてトマトは2つですね。4ってなってます。そしてキュウリ。キュウリはあるかなーって感じですが、ナスが2。カボチャが1。いいですね。スナップエンド四、4。あ、これもいいですね。そしてセロリが1。いいですね。はい。ほうれん草1。まあ、なかなかいいじゃないですか。なぜかというとですね、こういうものがあった時にですね、 ワプローツだけでも大変ですよね。こうやってレタス、人参、ピーマン。これを軽減しようということだったんです。Google のドキュメント。絶対にうまくいきます。からの書類ができました。ここにですね。これをちょっと文字のところも含めて、ピューっと選択します。一行ぐらいこのようにしておきますね。そしてコピーします。そして、 これをですね Google のドキュメントに一度貼ってみましょうこうして Ctrl-V できましたねコツがありますこれはコピーした時にこの余分な分まで取ったということですそうでないとですね中のテキストだけ取るのかどうかというのが迷うからでこれをこのように削ってしまうことができますその他にこのソフトの機能というのがありまして こうやって一回一応一覧を出しますよね。これを Excel などの表に変換しますかというふうに出てますのでお願いとします。そうするとこれは Excel などを作ってくれるようになります。アナライジングで今プログラムを作っています。ちょっと見てみましょう。Python で作ってくれていますね。できたようです。 エクセルファイルでもダウンロードができるようになっています。エクセルとして保存をしたいと思います。ちょっとエクセルファイルを開いてみましょう。まずフォルダーを開きます。このようにエクセルのファイルがありますよね。これをクリックしてみましょう。そうするとエクセルが立ち上がって、このように表が作られました。まあ、ここから編集するのは簡単な話ですよね。編集を有効にする。これで このようにですね、見出しのところの色を変えてみましょう。表組みします。格子入れます。こんな感じに表にできるということなんです。ちょっとこれは保存しないで置いておきます。このようにエクセルとか、そしてこの上の表形式とか、こういうのがワープロとかにすぐ貼り込めるということは分かっていただきました。 今度は分析の能力だけを調べていきたいところですこちらに机周りがありますこれでやってみましょうなんかこういうのねめんどくさいじゃないですか筆箱があって鉛筆があってそういうのまとめるということですねまあこういうのも ai ができたりですねでもちょっとこのテストをしている間にですね 丸太をいっぱい置いてあるところで丸太の数を数えてもらおうと思ったんですが今のところまだそこはちょっと難しいようですねでもこのぐらいの数のものだったら何が何ぼあるというのは全部できると思います壁掛け時計とか出てきましたからちょっと先ほどのを開けてみましょうはい壁掛け時計ありますねフレームアート卓上ライトありますね 植物の鉢植えありますね。付箋はこうやってちゃんとね、数枚というふうにしてくれてます。青いボトル、本、ファイルボックス、ファイルボックスというのは左の方にありますね。ペン立て、ペン数本、メガネ、メガネなんかあるんかなちょっと大きくして見てみましょうか。メガネ、あー、これもしかしたらメガネに見えたのかなノートパソコン、ノートパソコンはないですね。 タブレット、タブレットもないですね。ノート、まあ何かちょっと間違ってるんですね。クリップボード、そして椅子。椅子は右の端にちょっとあると。こんな感じですね。じゃあ次ですね。これ例えば今、先ほどからもうすぐにやってましたけれども、もう一度最初からですね、このソフトをニューチャットでやります。写真から アイテムピックアップを手伝ってというのを押しますと向こうから「聞いてきます」「写真をアップロードしてください」「除外すべきアイテムがあれば指摘をしてください」というようなことですですからこの「オーケストラ」をこのようにアップロードしますそしてですね今度は楽器というより何の奏者かという数をピックアップしてくださいちょっとね楽器が見えにくいですからねバイオリン。 チェロ。フルートもいるかなちょっとわかりにくいですね。オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン。ファゴットとホルンが、まあちょっとわかりにくいですね。まあでもそれをこうやって表形式にまとめてくれました。まあこのぐらいだったら売った方が早いかなって感じです。まあ今日はちょっと実用的というより GPT 図の 能力といいうう。のを見ていただきましょう最後にもう一つだけやってみましょうリビングですね。そしてここ窓とかがあるんですけど多分窓は感情してこないと思いますそういうものは数を読まないようにとかっていう僕はプログラムをしていますので多分読まないと思います例えばマットとかねそういうのは 感情のうちに入れないんじゃないかなと思われます。じゃあ検証をしましょう。まあソファーですよね。ソファーが2つ。はい、向こうとこっちにありますね。ローテーブルありますね。サイドテーブルあるのかなないのかなって感じですね。テレビ、そしてテレビ台ありますね。観葉植物、カーペット。カーペット入れんなって感じですけれどもですね。まあクッション、フロアランプ、そして 壁掛けアート壁掛けアートはどこにあるんだまあ多い目ぐらいいいと思うんですねこれ消してしまえばいいわけですからですね後からエクセルに持っていけばどんな風にでもできますのでね今日はですね GPTs とか GPT-4 ビジョンの能力というのを皆さんと一緒に検証させていただきまあ一応この GPTs も 皆さんに公開をしていいきたいと思いますこんなものが役に立つ役に立たないというのはありますけれども僕なんかあのタイピングが遅いんですよねだからこういうものがあれば便利かなと思ったんですが今日のはいまいちそんな感じですご視聴ありがとうございましたまたね